はいどうも、ショートイズのショートです。皆さん鬼滅見てますか？10話の甘露寺さんね、めちゃめちゃかっこよかったんですけど、間髪入れずにフィギュアも発表されたので今回ご紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということで今回はアニプレックスさんからアニメ鬼滅の刃甘露寺蜜璃8分の1スケールフィギュアをご紹介していきたいと思います。はい、ということでアニプレさんからはまず甘露寺さんが予約開始になりました。でアニプレさんからはこれまでもかなりの数鬼滅のフィギュア出てるんですけど、結構ねポージングが躍動感あったり、エフェクトもねなかなかボリュームがありますし、台座も最近は結構ねエフェクトだったりジオラマが台座になってるものが多いので、スケール8分の1なのでスケールフィギュアの中だとね多少小ぶりなサイズにはなるんですけど、かなりクオリティ高くてこうギュッと凝縮したような魅力のあるフィギュアシリーズになってますね。はい、でこの甘露寺さんもめちゃめちゃダイナミックなポージングになってますね。で一応ポージング的には5の方の揺らめく連城乱れ爪のポージングになってますかね。で台座は地面になっていて、地面から象白天のトカゲが生えているジオラマになってます。でまあ甘露寺さんのスカートとか見てもわかると思うんですけど、かなり綺麗なね家の入った彩色になっていると思います。であとこれ日輪刀もすごいですね。このしなやかさがねしっかり造形で表現されてて、なおかつねまあこの体の周りをまとうような形状になっているので、まあ、動きがありつつもコンパクトなのでかなり飾りやすいかなと思いました。アニプレさんのフィギュアはね結構小スペースでかっこよく飾れるフィギュアが多いので、ケース足りなくて困ってる人からするとすごい嬉しいですよね。はい、ということで商品概要を見ていきましょう。まず価格が 24,200円、税込みですね。いや 24,000円超えましたね。結構アニプレさんの鬼滅シリーズは2万円切るぐらいの感じだったんですけど、最近やっぱりね価格高騰してきてて、まあエフェクトとかジオラマのボリュームが出てきたってのもあると思うんですけど、この日の神神楽の炭治郎とかも2万2000円ですね。なんでまあ2万円ぐらいだったらねすごく買いやすかった感じもするんですけど、まあ、やっぱり製造コストとかの面でちょっと難しいところもありそうですよね。でまあ炭治郎と比べても高さは全然甘露寺さんの方が10センチぐらい低いのかな、なんですけどジオラマのボリュームがねこれ結構あると思うので、そこら辺もちょっと値段が上がってる要因の一つかもしれません。はい、でこちら予約の受付期間なんですけど、予約すでに始まっていて、期間としては昨日の6月11日23時45分から今年の9月3日までとなっております。はい、でこちら予約するとお届け時期が2024年の8月予定となります。でちょっとアニプレさん延期がちょこちょこあるので、でホームページにも3から6ヶ月程度発売延期する可能性があるというふうに記載があるので、キャンセルとかも基本的にはできないので、そこら辺注意してから予約するようにしてください。はい、でこちら一応付属品として差し替え用髪の毛パーツが付くみたいですね。はい、でこちら原型は ENE さん、エネさんで合ってますかね。で彩色は竹内ハムさんが担当されています。はい、で今回製造はウィングさんになってます。ということで今回アニプレさんの甘露寺さんご紹介したんですけど、今のところ発表されてるやつだと、あとフリーイングさんの4分の1のやつがありますね。甘露寺さんはでもまだまだ出てきそうですよね。ことぶき屋さんのアートフェイクス J とか、まあ、あとメガハウスさんとか、もしかしたらまたアルターさんから出るかもしれないですね。でまあアニプレさんからは時藤くんがそのうち出るかなと思います。でまあ夏頃にはね結構展示で見る機会あると思うので、まあ、そこら辺もねちょっと行ってきたら動画にしようと思います。で鬼滅もお財布と相談しながらなんですけど、ちょっと集めていこうと思ってるので、まあ、新作の情報だったり開封レビューも動画にしていきたいと思います。はい、ということで今回の甘露寺さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想も教えてください。で今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの最新情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。